この直令を受けるのか。周辺脅威排除宣言発令。周辺のエネミーを排除するため、ポント氏はこれより迎撃形態に移行します。中央機銃機格納、続いて都市開発本部を収容します。および発令機能を迎撃本部、迎撃準備完了する。俺の力を 100% 引き出せるのは司令あんただけだぜ。いやまあんたを信じてるってことさ。容赦ないな。うっし、もう一頑張りするか。空間上を確認、新たなエネミーが出現するぞ。はっはー、効かねえ効かねえ。落ちたよ。迎撃進捗 50% を突破、後半戦。さすがだ。迎撃進捗7、アルターノード急速低下。エネミーもいなくなってる。強力な空間異常を感知、出現。本当にこれで終わるのか。待ってくれなきゃ困るんだぜ。私にできること。転移予兆だ。全部やって。間もなく転移するぞ。転移したぞ。速攻で攻撃態勢整えろよ。攻撃予兆だ。撃って早く。転移予兆を確認。転移したぞ。来た。攻撃を集中するんだ。攻撃予兆だ。撃って早く。やった。転移予兆だ。間もなく転移するぞ。転移したぞ。出現直後はむしろチャンスだ。エネミー出現。よし、相手してやるから。ちょっと待ってよ。気をつけろ。転移予兆を確認。転移したぞ。もう手は遊ばれてるのか。攻撃予兆反応。なんじゃない。やられたくて。ああ、ほらほら、やっぱりこうなった。ごめんごめん。大陸エネルギー充填 50% を超えたぞ。司令、新たなエネミーだ。攻撃予兆。じゃなかったんだな。結果報告です。迎撃実績から報告させてください。確認していただけましたよね。なお、戦闘によって得られたデータは研究開発室に送っておきますから。続いて今回の迎撃結果によって変動した都市の幸福度について報告します。ご覧の通りです。今回の戦火によりこの都市への移住を求める申請が出されているようです。幸福度が高いのでたくさんの移住申請を獲得できましたよ。こちらが今回の迎撃戦でエネミーから獲得した結晶です。次は各オペレーターの業務実績についてです。実績、集中力、体力、しっかりと確認しておいてください。では特に活躍したオペレーターをねぎらってあげてください。なんだ真面目に褒められるのってなんか気持ち悪いな。ま、悪い気はしないけどね。結果報告は以上になります。ノイマン提督から通信が入っているのでつなぎます。ノイマンだ。今回の迎撃戦ご苦労だったな。うまくやってくれたようで感謝している。君ならば問題ないだろうと思っていたがね。というわけで約束通り報奨物資を送るので受け取ってくれたまえ。今後の都市開発、都市防衛にしっかりと役立てるんだぞ。それではより一層職務に励み都市の発展に貢献されることを期待する。以上だ。報奨品は備品倉庫に入れておきます。さてと、都市のメンテナンスが終了したので、これより通常管制に移行するぞ。
でも、司令。ではでは、本日もよろしくお願いします。
司令、ダンデライオンが都市近郊に到着したようだ。侵入許可を出すまでは待機しているはずだ。うまくいってるからといって油断していると足元を救われますよ。Thank you.